新「アタック z e 夕方の枠やらないと思いましたがなんか気分が乗ってきたのでやります元気ないわけじゃないです大谷翔平が結婚したことによって私は気分がいいです <laughs> 部活休んでよかった まあただ、大低気圧のせいで、なんかいつおかしくなるかはわかりません今日キモノちゃんの天敵は唯一、低気圧です。キモノちゃん結婚しないのできないんだよーしてー俺もでもなんか一人もいいなーって思ってるあたりやべえわ引く手あまたでしょ俺が着物さんポリゴン Z ありましたよって。ぬいぐるみかな結婚するならリスナー。うーん。わかんない。<laughs> なんでいいよなんで一 <laughs> 回はした方がいいって。 俺全然やっていける自信あるよ。結婚してたら。悪いけど。結構自信あるよ。結婚がいいとは限らない。まあそうだね。してみなきゃ分かんないこといっぱいあるからね。結婚式行きたいって、だからさ、言ってんじゃん。俺、結婚とか、うんぬんとか、あの、そういうのしてもう君たちに言わないし、しれっと終わらせてるし、多分スパチャもらうこともないし、披露宴やることもないし。<laughs> やらないからそれしれーっとしてもしかして今してるかもしれないよもうすでにないけど結婚しても配信は続けてほしいうーんするんじゃない匂わせいや匂わせじゃないってしてないって肝ちゃんには小学生の息子と中学生の娘がいますちょっと待って中学生の娘だとしたら俺の年齢マイナス13でしょやべえな配信始めた時からいるわ子供 俺15歳で子供15歳か16歳か14歳ぐらいで子供産んでるわすごいことだわそれは誇りあることだわ素晴らしいことだと思うみんなが思ってる以上に結婚式には和国全員呼ぶんですよ呼ぶわけねえだろなんで呼ばなきゃいけねえんだよ <laughs> 呼んでくれないのってなんで呼ばなきゃいけないのご祝儀出すってとんかつみたいに結婚式配信とんかつなん <laughs> でうんこちゃんのこと嫌いなの 俺だってスパチャしたのに俺唯一ちゃんと配信者にスパチャしたのをあの二、ー、人しかいないわ確か加藤純一さんこのうんこちゃんといやコレさんあ誕生日でしたかなコレさんとあと誰だっけもう一人あえっちゃん <laughs> あレペゼも一回したかな三四人着物ちゃんが結婚する頃には石川ゆきは糖尿病で死んでしようねほんとにさ言っといてくんないねえのりちゃんにほんとに死んでほしくないから早く治療しろって。 行っても聞かんのだよって。一緒に痩せようって。病院嫌いだからな。いや、わかる。俺も病院嫌いだからわかるけど。いや、マジで生きてほしい。なんかその、金梅とかさ、その、本当に多分、金梅屋さんとか死ぬからさ、多分、ライブ行きたい。ありがとう。ぜひ来て。あの、アットマークありがたみインフォっていうところから、あれだよ。チケット。多分、それが URL 誰か有資が貼ってくれる。病院好きな人なんていないよねって。いや、金梅はマジで死ぬよ。多分、金梅屋さんはマジで死ぬ。 ライブのチケット譲りたいです。いや譲らないでください。あなたが悪いです。金売はもう悪くなる一方だね。うーん。てか配信者死んでる人多すぎて悲しくなってくるからやめてほしいわ。殿と一緒に病院行ってくれって。うーん。まあまあまあでも、のりちゃん何歳だっけ 行きたいけど一人で賛成もきついって今から友達作れもうちょっとこの人に多分ツイッターやってるからお誰か可愛い女の子が今 DM で一緒にライブ行きませんかって言ってあげてそれによって救われるからこの人肝ちゃん出産するんで子供の名前考えてもね <laughs> それやばいってね子供の名前は親が考えてあげてマジで俺しかもそういうの言われたら本当にめちゃくちゃ考えちゃうから女の子男の子によるくない,いやキラキラネームとか絶対つけない俺自分の隠し子はね何ですけどだからイメーって隠し子ノリちゃん38になったの やべえね普通に性別を教えてもらえないんですよ25年後に出産ばかりしないといけないの悲しい最近いや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 子供を優先してくれよありがとうね気持ちだけえ俺ね多分俺の俺が子供産んだらあのあれになると思う結構固い名前になると思う気持ちは自分の子供なんてつけたいうーんちゃんと意味をつけたい でこれちゃんと理由があってで俺匠っていう普遍的な名前なんだけどどういうことかっていうとちゃんと画数とか親が考えてくれてなんかそういうのやっぱ名前って絶対言葉だから言葉って絶対呪いがかかってるから呪いか祝福があるからなんか別に俺がなんかその信仰宗教とかじゃなくて多分日本人はやっぱ名前にすごいなんつうの言霊の信仰がめちゃくちゃすごいのよ。いや本当にこれガチで勉強すれば学問として勉強すればするほど日本には言霊信仰っていうのが本当に本当にあるのよ。 俺らが信仰って言ってるものじゃなくて本当にあるのよマジでほこれマジでちゃんと勉強してなするとそこにたどり着くから,だから民族学とか地政学とか歴史学とかやると言霊信仰みたいなのが出てくるから面白いよなんか日本人は言霊によってその言葉のすごい重みを重要視するからだから俺はキラキラネームとかつけないまあ、反対しないけどね キキラキラネームでも目立つ名前の方がそれは覚えやすいしとは思うしだから俺は子供にキラキラネームはつけないなんかいじめられる確率が上がることを親がしちゃいけないと思ってるから当て字ってキラキラネームいやわかんない俺も画数で決められたよ俺タクヤっていう名前だったんだよ本当はなぜなら母親がキムタクが好きだったから <laughs> 母親がキムタクが好きだったからタクヤって名前だった まそれ以外にも実は理由があったんだけど、画数が合わなくて。で、巧みになった。親父からは、親父バカだから、ほんと親父は学がないから、あの、なんかさ、そう、俺の親父中卒なんだよ。いわゆる。で、別に中卒をバカにしてるわけじゃないんだけど、なんか当時の中卒、あ、でも当時の中卒別に普通か結構なんだけど、まあもう高校に行くのは結構当たり前みたいな風潮だった時に中卒だったんだけど、なんか高校じゃなくて職業訓練所みたいなのがあったんだって、北海道に。そう,そう金の卵 世代だからさいわゆるもう1718になったら速攻東京出るっていう世代だったんだってで親父にね職歴なんかやっぱ後半リーマンショック以降結構どん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 下に下がってくるんだけどてかバブル崩壊後以降結構厳しい職歴になるんだけどなんかあのそれ以降はマジで運と小魅力だけで勝ってきたらしい <laughs> なんか <laughs> 俺の親父が <laughs> なんか親父がその勤めていたところを聞くと震える毎回なんでって思う。 全部キャバクラに使ったって言ってた。<laughs> 全部女の子、女の子と酒に使ったって言ってた。時代が時代だから。意外と、その、真面目なくせに、割と真面目なくせに、すごい、小心者で真面目で、意外と人見知りなくせに、すごい遊びが派手だった。まあ、時代だからな、そういう。俺のうちも70だよ。両親は共に尊敬してるところあるよ。尊敬できないところはあるけど。尊敬できないところもあって、尊敬できるところはあるっていう、なんか半々ぐらい。孫の顔見せてやらんとって。 言われるよ孫が見たいな孫が見たいなってずーっと言われるで無理って言っといたわ <laughs> 職業的に無理って言っといた俺が絶対正社員とか普通の職業で働いてたら配信とかやってなかったら間違いなく278で結婚してたね26か78で結婚してたねいい人見つけてうちの親キャバクラのせいで離婚するせい,いや今は行ってないよ今はそういうとこ行かないしなんか全然って感じなんだけど いや妹の方が先に結婚すると思うよ。まあ、どうでもいいんだけど結婚しようし妹いがっていう。うちの親、おかん強いって。うーん、まあうちもそうだよ。親父よりおかんの方が強いよ。親父の好きなところは新しいことを絶対否定しないところ。俺、人生で親父から大きい声で怒られたこと一回もないかも。本当に一回もない。あなんか一回だけ、唯一一回だけ怒られたかな。でなんなら怒っちゃダメって言ってた。 え親父じゃなくて親父じゃないの俺の父親はめちゃめちゃ温厚だよ寂しがり屋でかまってほしいめちゃめちゃかまってほしい人だけどお前の YouTube を毎日見てるって言ってた温厚なお父さんいやその代わり母ちゃんつかお袋がマジでめちゃくちゃ厳しかったいや母親はめちゃめちゃ更生したけど今もうめっちゃ厳しかった本当にマジで厳しかったいや毒を まあ、当時は毒親かなって思ってたけど今は結構感謝してるめっちゃ嫌いだった特に18の時本当に嫌いだった18から20にかけてはマジで嫌いだったわあの後普通に何もないよでなんでかってもう礼儀が厳しすぎてみんなもさあるけどあのなんだっけ飯の食い方とかその目上の人への接し方みたいなめちゃくちゃ叩き込まれたわ 例えばまあ、まず箸の持ち方挨拶儀礼みたいな <laughs> 特にテーブルマナーめっちゃ厳しかったわ、まあ、その和食がうんぬんとかガッチガチじゃないんだけど例えばもう肘ついて食った瞬間ぶん殴られてたからね普通に <laughs> あと左手でご飯茶碗に人差し指をこうちょっとでも入ったらブチギレられてたそれだけいい子に育ってほしいって今マナーの話してたいや違う俺の母親がマナーやばかったって話マナーっていうあれじゃないけど多分ありえないほど理不尽な怒られ方もされたからブチギレてたけど 自分も肘ついたりすると怒られた俺は父親に感動されてから亡くなった時に何も出席してない長男なんだけどもし訳弟がいました、まあ、そういうのもあるよねあと何だっけ俺があ俺感謝してるとこあったわ飯をちゃんと食わせてくれたところ洗濯をしてくれてたこと感謝してるその他もろもろ家計簿をつけて安泰なあれもしてきてくれたこととあと一番感謝してるのは何だろうな何だろうな あ,あったわ旅行一番感謝してる当時はなんかつまんねえなゲームやりてえなみたいな思ってたけどあの大人になってやっとわかるマジですごいことなんだなみたいないや毎年ちっちゃい頃は小学校とか中学校2年生ぐらいまでは小学校2年生じゃない中学校2年生ぐらいまでは毎年2回か3回は絶対行ってたどっか旅行夏は海冬はウィンタースポーツ で、それじゃない、特に、千葉県民の日っていうのがあって、6月15日なんだよ。で、それは定例で休みになるんだよ。で、そこは休み取って、ディズニーランドとかディズニーシー行くみたいなことは、結構あった。全く同じコースだわって。いや、あったあった、そういうのは。小学校から中学生の思い出ほとんどないなって。そこは感謝してる。なんでかっていうと、大人になって行きたいなって思うようになるから。結構可愛がられてたんだなって。まあ、めっちゃ厳しかったけどね。 高三の時マジで絶縁したいと思って、半年8ヶ月ぐらいかな、ばあちゃんちいたしな、ずーっと。あんたの言ってることが矛盾はな派だしくて、みたいな。感謝してないところもある。それは、お小遣い制度の導入がなかったこと。ただ、本当になんか、 わかんないよ、わかんないけど、俺、未だに覚えてる。いいこと悪いこと言うわ、じゃあ、今から。未だに覚えてることがあって、小学校2年生の時に、俺たちの時っていうのは、ゲームボーイアドバンスだったんだよ。ニンテンド DS が出たのが、小学校3、4年生の時かな、多分。で、小学校の時に、まあ、毎年プレゼントもらってたんだけど、俺が、お手伝いをしたら、何か50円かなんかあげるよ、みたいな話してて、小学校2年生の時に、あの、風呂洗いずっとしてたのよ。で、入る、みたいな。 ま、当時アルミ缶の風呂だったからさ、リフォーム前ですごい古い家だったから、アルミ缶の部屋でさ。 んでこう、バーっと掃除して、まあまあ、みたいな感じだったんだよ。アルミ缶っていうか、アルミ風呂。なんか、アルミじゃなくて、なんていうの、スチールあれ。の時に、まあ当時、俺、小学校1年生の時に、ゲームボーイアドバンスっていうのを、あの、買ってもらって、ゲームとか、あの、欲しいな、欲しいなってずっと言ってたんだけど、まあ別にもらうこともなく、別にそんなすぐ買ってあげられることもなくって感じだったんだけど、実はさ、俺の同僚が、めちゃくちゃゲーム好きなんだけど、ゲームの収集壁があると。 親父と母親が急に来て、なんか俺怒られるんかって思ったら、その、もうゲームボーイの時の、あの、ゲームボーイアドバンス、まあ、DS でもあったけどさ、過去のゲームができるやん、DS とかって。例えば 3DS だったら、DS のゲームができるみたいなのがあったやん、昔。Wii だったら、ゲームキューブのゲームができるみたいな。 あったやん互換性があったんだよねゲームボーイアドバンスにもでその時にゲームボーイカラーとゲームボーイのゲームがゲームボーイアドバンスではできたのよそれのもうほんと当時でいう宝みたいなのがめちゃくちゃあってすごい箱の中に全部ちゃーんとぎっしり詰まってるもう30本ぐらいのセットがなんかやるよって言われてもらったんだよそのマジでその記憶はありえんぐらい鮮明に覚えてるであともう一個覚えてるのは衝撃的に覚えてるのがあったわまあ、これは運命だなと思った んだけど親父って昔ギターとかベースとかちょっとやってたんだけど俺がギター触るようになった理由ってたまたま親父がアコースティックギターもう何十年前のサビサビのアコースティックギターを持っていて。 でそのアコギがたまたまあってなんか俺がその曲とかそのロックとか好きだったからもともと聴くのが好きだったんだけどたまたまガキの時に小学校とか六年生11かな俺が iPod 持ったのが小六だったから小学校6年生の時に iPod なの第三世代の iPod なの,あの正方形のやつちょうどまだ iPod がで動画が見れるか見れないかぐらいの時正方形のやつ。 今みんな iPhone とか Android ってなって音楽聴けるやん。昔はさ、ウォークマンまあ今ウォークマンでもあるけどさ、音楽だけ聴くのが主としたさ、あのプレイヤーがあったんよ、いわゆる。で、そのプレイヤーが、こういろいろ、母親がパソコンに詳しかったから、いろいろ入れてもらって、いろんなもの入れてたんだけど、たまたま,まあ CD 聴ける環境もあって、CD、親父が持っていた CD の中に、ビートルズの CD とマイケル・ジャックソンのベストアルバムが入ったの。あと、えー、とサザンオールスターズのベストアルバム。あの海のイエイっていうベストアルバムがあったんよ。 すごい有名なアルバムなんだけどほんとベスト版「海のイエイ」だっけ っていうのがあって。で、そこに入ってたのが、もう音楽を知らない人でも知ってる人でも、ガキでも何でも絶対聞いたことある3曲だったのよ。まず、ビートルズのレッド・イット・ビーね。もう、もう衝撃受け、それ聞いた時衝撃受けて俺。なんだこれはと思って。なんでこんなゆっくりな曲なのに、頭残るんだろうメロディーラインがみたいな。もうありえないぐらい有名曲。で、もう一つは、えーっとね、 いや、これわかんないけど、どうなるものかわかんないけど、まず、マイケル・ジャクソンの、今死んじゃったんだけど、えっと、あ、マン・イン・ザ・ミラーって曲ないははは。<laughs> マン・イン・ザ・ミラーって曲ないマイケル・ジャクソン。あるよね。と、えっとさ、お、ちょっと待って、あれえー、っと、もう一個なんだっけ俺ちょっとさ、鼻歌で歌っていい ?Any watch OK! Are you OK?Any watch OK! Are you OK? Are you OK? っていう曲。あれあれなんていうのあれなんていうの あれ、<laughs> スムースクリーナルだと、マン・イン・ザ・ミラーって曲聴いて、これが、あ、そのこれ、バットっていう、これ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 ,これが置いてあったのおい、<laughs> CD ボックスにこれが置いてあって、これこれ,これ、これ で、これを聞いて、えー、っと、当時の小学生かなんかの着物ちも衝撃受けて、マジで。面白いでしょ。で、俺が小学生に流行ってる曲じゃないんだよ。親父が歳がめっちゃ行って結婚してるおかげで、なんかこういうなんか音楽の本当にもう、そ中の祖みたいなのを、ずっともう頭の中にこう、残るようにさ、こう設計されてたというか。 もう一曲はマジで、あの、マン・イン・ザ・ミラーって曲があるんだけど、これすぐ終わるから、みんな。安心して、キッズのみんな。あの、今の3、40代でも分かるか分かんないか、あの、よっぽどじゃないと分かんないから。あ、ほら同じアルバムに入ってるやっぱそうだわ多分、バットってアルバムに入ってるよね、二つとも。違うかなで、ちなみに歌詞、あの、歌詞めちゃくちゃすごいいいこと書いてある。絶対聞いたことある人いると思うよ。これさ、痺れたわ。この曲、マジで痺れてさ、めちゃめちゃ痺れた記憶ある。 なんだこの曲って思って。でさ、この、Red ッ t b ーって曲があるんよ。ビートルズで。はは、これた<だ>いや、これ今聴いても痺れるわ。いやこれサビがいいわ。これ3コードか4コードだよね。めっちゃ簡単なんだよ、コード進行確か。すっごい簡単だった記憶がある。でこれを聴いて、当時の着物じゃ衝撃受けて、マジで。なんで、こんな3コードで、これなんだろう、みたいな。 で、これが回収するんだけど、今の話に、今ね、やっぱ音楽。着物ちゃんも、まあ、本当に拙い音楽をすごく作、あの、作ってるじゃん。 あの、面白いことがあって、昔の音楽とかヒットメーカー、ヒットしてる音楽は全部聞いた方がいいよ。ちゃんと耳が超えてるなら、みたいな話になって、どういう話かっていうと、ちゃんと超えた耳っていうのはどういうことかっていうと、今、俺たち、俺みたいな、ちょっと作曲かじったような人が聞くと、なぜこの曲がすごいのかって、あの、分解っていうのがあるのね。その作業の中で。分解っていうか、なんて言えばいいのかな。曲を分解して、何が受ける要素なのかっていうのを受けたりとか、何がすごかったの かっていうのを解析っていうのをするのね。あの勉強のために、本当に研究のためにするのね。でその解析を行えば行うほどものすごいことが分かって、まあそのよく言われてるんだけど、あのビートルズって別に売れたからすごいってのもあるんだけど、何がすごいって今現代音楽でやってることを全部やりきってんだよね。もう全て、もうすて俺たちが聴いてる曲がもう全部この人たちはもうすでにこの時代に終えてんのよ。やってることすごくないそれってだから聞けって言われてたんだと思って。 衝撃を受けたわ、その話を聞いたとき。つい最近。いや、もう全部、もう、もう全部やってる。俺たちが分かってること全部やってたの最初に。すごいよな。って思って、なんか時代の先も行ってたんだって思って、今にも、最も世界に影響を与えまくったアーティストじゃない だからさ、今で言うさ、YOASOBI とかさ、すごい受けてる人たちもさ、全部コード解析とかされてんのよ。それでもすげえって思っちゃうわ。なんか、受けてる曲をコード解析して、とか全部、その音を全部解析して、全部出してる人がいるの。YouTube に。化け物みたいな人がいるのよ。あの、ビルボードって言って、日本でオリコンランキングみたいなのをザーッと見て、この曲がなぜ受けてるのかっていうのを全部解析してる化け物がいるの。YouTube に。全然登録者は伸びてないんだけど。だから俺が親に感謝していること、第3節ぐらいは、 昔の音楽がしこたま置いてあったところ、家に。ミーシャとかそれこそ、俺らがし、知らない、俺らの20代なんて正直知らないような曲ばっかりがめちゃくちゃ置いてあったの、音楽が。 あと本が親父は中卒だったんだけど、なぜか本が読めてたんだよ。それめちゃめちゃ感謝してる。だから当時全盛期の宇多田ヒカルとか、マジカセットテープ時代の宇多田ヒカルとか、カセットテープで出してたのか分かんないけど、ダビングしてたのか分かんないけど、あったわ。だから、4五50代の音楽が好きな人、60代の音楽が好きな人っていうのにあれできるんだろうね。あのー、共鳴できるんだろうね。なんでこんな上の人の音楽知ってるんだろうみたいなのがさ、あのー、あるんだろうな。 で、その後、ボーカロイドっていうやばい文化にハマっちゃうんだよね <laughs>。あのね、えっと、そういうい、いわゆるポップストがめっちゃ受けた曲聴きまくった結果、ボーカロイドにハマって、ホーロックとヨーロックが出てきて、エレクトロが来ちゃうんだよね、俺の中で。もう、EDM エレクトロハウス大好きみたいな。 ボカロなんてすぐわかるよ。何をモチーフにしてんだろうな、みたいな。音楽好きな人って、一回その人の曲聴きまくったりとか、何の曲全部聴いて、好きな曲、何の影響を受けてるんだろうって、必ずこう、なんつうの、遡るんだよね。音楽は。めっちゃ遡るの。富士ファブリック、じゃあ富士フ,ファブリックやろ。台風だろう。想像に乗って行け、もっと足早にめっぺめめめほ 死んじゃったけどねボーカルその後でもボーカル死んだ後でも人気なのがすごいわで唯一聞かなかったのがメロコアとメタル <laughs> あのメロコアとメタルはあの本当に分かんなかったキモちゃん一人も一人の影響めちゃくちゃ受けてるけどまあ好きなのはやっぱハードロックだよねメロコアっていうのは例えばハイスタンダードとか今で言ったらえワニマとかワニマがメロコアなのかちょっと微妙だけどアジカン親がアジカンってすごくね若いよな 君は花とか有名だったら、まあ、そのリライト除いたら、君は花とか、いい曲ですごい。ティリリティティティ,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 ィって、ボーイ、バッドフィーリングしかわかんねえわ。本当に。あの時代にあのリフが出てくる補やす、布袋康之は、もうやめようぜ、この話。深くなりそうだから。あのー、出るから。山崎憲一が影響を受けた。ー微妙かな。なんかあれって、ちょっとエスニック風が最初入ってたから、エスニックっつうか、でも、ハチの曲は全部聴いて、ほぼ。 であの2枚目1枚目は持ってるかな1枚持ってたっけなジオラマってアルバム持ってた気がするよだって8とね8っていうか米津さんとお赤さんってね同じレーベルだからね最初それの同一レーベルバルーンって同じレーベルで最初出して一番最初に出したのがお赤さんがアルバム出してメジャーででその後に余熱原始がジオラマってアルバムあジオラマ出したっけなあそこで。 ね、一番最初にヨネツギンシで出したのはわかんないけどあれだよね55幽霊船って曲だよねあの曲が一番好きだったわ未だに一番好きかもしれないあのあれも好きだけどキックバックとかも好きだけどゆっくりな曲よりああいうゴリゴリのロックみたいな曲が好きだわあっきゅがしゃっきりだよ最初あれじゃなかったっけ結んで開いて刹那などむくろって曲じゃなかったっけもうやめようぜこの話もう でも音楽の話になったら全世代対応するから。俺、おそらく全世代。ジャンルも7割ぐらいまでカバーするから。で、無理なのが、フュージョン系と、えー、っと、メロコアと、えー、メタル。これは無理。あ,あと、カントリー。これが無理だわ。俺、無理っていうか、範囲じゃない。ヒップホップも無理。無理っていうか、わからない。キモワちゃんの、え、ねえ、ホルモン効かないわけないでしょねえ、買ったよ。高校の時、予習復習って、漫画みたいなアルバム。 高かかっっったたけけど当時5000ぐらいしなかったっけカーペンターズ知らない人いないと思うよ。ホルモンは通るっていうか、いや、普通にかっこいいぞ、あれ。まあ、その前もね、持ってたけどね、What u p the People って今日が一番最初かな、俺聞いたの。デスノートのオープニングだった2期、ニクールメのオープニングだったやつ。つめつめつめとか、超有名じゃん。テクノはうん、テクノを、あ、でもあんまりかな。でも日本のテクノの最強ってあれじゃないのえー、っと、テクノかわかんないけど、ィー k i ッ s と、 ちょっと待って、今コメント見ないで思い出すから、電気グループじゃないの ?YMO もちょっと通って持ってたから。まあ、あんま有名曲しかわかんないけど、ピー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 くらいしかわかんないけど、ピー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 ピ アニメ、漫画、音楽は着物ちゃんに振らないで。ひらさす、うわあと難しいところだね。クラシックは聞かなかったいや、あの、妹がピアノやってたから、なんか、う有名な曲はわかるよ。ピアノぐらいで。あんまりクラシックの、そんなには聞いてないけど。好きな曲は幻想即興曲か、新世界の第4楽章か第2楽章、どっちかが好きだった気がする、俺。うっせぇわ、知ってる。知ってるわ。知らない人いないいない。即興曲幻想即興曲だっけあ、月の光も知ってる。やめよってだから この話。新世界ドボルザークでしたっけこっから抜け出すのは時間がかかるぞって。ラ・カンパネラ。メルト。メルト知らないわけないって。えラ・カンパネラってあれ辻信之聞きてー <laughs> 聞きてー <laughs> 俺も行きてー辻伸之のコンサート行きてークラシックのコンサート行ってみたい。災市場もいいね。やめようぜ。 今の子たちはあのごどんまんこしか興味ないからねいきなり今クラシックっていう話から一番反対語の語源はなんだろうと思ったらごどんまんこしかわかんないわ。なキモノちゃんの音楽ってなんだと思う？ねジャンルなんだと思う？ロックなんだ。何ロックなの？オルタナ？双方芸術じゃないだろう？<music>